にちは、B レジェンドカリカリです。今回はですね、スペシャルゲスト、土井選手です。土井成選手です。どうもドラゴンよろしくお願いします。ドラゴンゲートの土井成と申します。よろしくお願いします。お願いします。こんなんでいいですか？僕大丈夫です。いつもの調子でいてください。いつもの調子でいつもの調子でいてください。もうちょい口悪くなりますよ。そうですね。今だったら僕ちょっともうちょっとやられそうだ。いやそれはもうリング上だけで。なるほど、はい。素人相手なんかされないと。さすがにちょっとね、したら怒られるでしょ。ちょっと警察から出てきますから。出てきますから。プロ選手にやられる。おとなしくしてます今日は。はい。ちょっと今回ですね、弊社のリアルスタイルフィットネスクラブにですね、トレーニングにお越しいただいて、ありがたいですね。なんかちゃんと来るってなるとちゃんと来ていただいて、さすがプロフェッショナルだな。今日はね、Bレジェンドタオルも Bレジェンドプロテインシェーカーも持参してきました。シェーカー色が派手ですね。もういつもお世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどこのトレーニングされたんですか？今日は今、肩のトレーニングをしてる最中でございます。最中してる最中のインターバルの間を縫って、はい、今動画撮影いただいてます。ありがとうございます。サイドウェイズ終わったばっかりです。何セット目やるんですか？次は種目を変えて、今ショルダープレスとサイドウェイズ、はい、2種目しましたので、はい、次3種目目もかな。はい、まだ全然序盤です。序盤、はい、なるほど。頭の動画めっちゃ追い込まれると思います。佐藤さんに、ね、はい、追い込まれると思います。すでにさっきのサイドウェイズの負けかなり似たもんですからね。だいぶこれからちょっと本番に行きますね。だから近くで見るとでかいですね。いやちょっともう横向いてませんか。このね、かなりの巨乳ですよね。いや女の子じゃないんですよ。例えが見応えない。いやそんなにやりたくないですよ。いや普段はでもね、普段はでも男性でも普段って硬いんですかって言われるんですけど、力抜いてるって結構柔らかいですよ。ちょっとじゃあ試しに全国の女子を代表して僕が本音みたいな。男子大丈夫です。今のが通常です。今のが通常。じゃあちょっと近い入れます。近い入れます。この揉み方がやらしかったですよね。ちょっと、はい、近い入れます。おー、出た。いや、ちょっとカッチカチやで、本当に。やっぱりこう僕の想像はちょっと、いや、はい、ザ大胸筋みたいな。岩のような大胸筋。てか、マジ硬いですね。僕も、いや、そっちから入れたらと思ったけど、ちょっと僕は、昔から入れたら、ちょっと、いや、なかなかの、なかなかの、ちょっと、ビリレジェンドで見えてますかね。伸びてないですからね。大丈夫ですか。巨乳仕様になってます。ありがとうございます。ですね、一番最近じゃ、試合とかは、もう随時あると思うんですけど、年内の試合はどんな感じ？年内は、15試合ぐらいですね。15試合、はい、最終が12月27日。なるほど。福岡の方なんですけど、結構大きな試合の、はい、毎年恒例の年末のビッグイベントですね。ビッグイベント、はい、そうです。ぜひ、九州の方はですね、見ていただきたいなと思うんですけど、はい、あとですね、宣伝させてもらって、ぜひぜひどんどん。いや、僕、奈良出身ですから。そうですね。生駒出身ですから。奈良県生駒市出身で、毎年ですね。ありがとうございます。奈良県民同士で毎年8月に地元の凱旋試合がありますね。8月の中旬。そうですね。中旬から後半にかけてですね。はい。100年会なんで、また来年も、そうですね、2016年も開催しますので、ぜひご来場ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、それで最後なんか、ビーチェンド、上谷キーズご覧の視聴者の方に何か、プロレスラーどうになるか。プロレスラーどうになるか、やっぱりね、あれですよ。B レジェンドプロテインは僕、パイナップルが好きです。すいません。なんかすいません。なんか自分の宣伝してもらおうかな。プロテインの宣伝。はい。お気遣いあります。いろいろね、フレーバーあるじゃないですか。何が好き、何が好き。選手間結構ね、話題になるんですよ。で、リンゴ人気あるんですよ。リンゴが。リンゴ人気です。僕は、ピズラです。これはファイン。それが一ついけます。最後の締めがプロテインの宣伝で非常に恐縮なんですけども、カゼイン入りのいちごミルクですよ。いちごミルク、あれめちゃくちゃいいです。カゼインもうまいよね。自分で言うのもなんですけどうまいよ。まあ前半の腹持ちがいいですね。そうですね。感触にも持ってくる。そういうことです。すいません。いやすいません。こっちがすいません。ですね、まあこんなね、リングの上とは相反してお茶目な土井選手ですけれども、リングの上ではね、かなり
がまさかのスライディング結構受けるわけにいかないので、ちょっと今ここでできないですから、僕も、はい、警察沙汰になってしまいますので、それはぜひ会場で、会場でご覧いただければと思います。よろしくお願いします。ということで、ぜひドラゴンゲート、土井選手、よろしくお願いします。ありがとうございます。